藤原紀香は、日本の女優、モデル、タレント。本名は、片岡紀香。兵庫県西宮市出身。西宮市立名瀬小学校、神話中学校、神話女子高等学校卒業、神戸神話女子大学文学部、英米文学科中退。高輪エージェンシー、バーニングプロダクション、サムデー所属。現存する日本のミスコンテストで最も古い歴史を、持つ。 ミス日本の第24回ミス、日本グランプリ受賞者。夫は、歌舞伎俳優の片岡愛之助。英語検定二級、着物着付け三級の資格を持つ。趣味は、写真、釣り、カーツトレーニング、映画鑑賞、単語、スポーツ全般、アロママッサージ。3分前は、過去、一語一会ノーペインノーゲインが彼女自身の好きな言葉だという。 建築設計事務所経営の父、専業主婦の母と3歳下の弟がいる。和歌山県出身の両親が結婚前によく木の川周辺でデートをしており、思い出深い木の川の香りにちなんでのりかと命名された。父は満州生まれであり、引き上げの際に家族を失っている。小学生時代は当時男児しか入れなかった少年野球チームに特別に入り、 3番ファーストだった。中学、高校時代は、阪急電鉄で通学。中学時代は、バスケットボール部に所属し、高校時代は、落語研究会に所属していた。芸名は、神話帝カツオだった。海洋動物が大好きで、小学校の頃の夢は、イルカショーのお姉さん。一緒に寝泊まりして飼育することに憧れていたという。他にも、 高校生の時は世界史が好きで歴史考古学者の助手が夢、歌が好きで小学校の頃はピンクレディになるのが夢だったという。母親はノリカよりも身長が高く高校時代にはオリーブと呼ばれていた。その後ミス・和歌山コンテストに出場して最終選考まで残ったが厳しかった父親に反対されて諦めた。娘にその望みを託し、 お見合いの白付けにでもなれば、と、ミス、日本グランプリに、のりかに知らせず応募。その後、通知が来た際、のりかに伝え、最終選考まで、残りグランプリを受賞。が、芸能界入りには、両親ともに最初は反対であった。2006年12月10日の結納時に、あまりにも、報道陣が取り巻いていたため、タクシーにうつむいて、乗車、報道陣に、 影武者と書かれ、写真を撮られているが、影武者のつもりはなかった。実際に、母子でのツーショットの写真が掲載された時には美人で、あったという高い評価があった。実著である藤原主義によると、芸能界デビュー当初は、神戸の実家から新幹線や飛行機で東京などの仕事場に通っていたが、阪神、淡路大震災で知人を亡くして、 やり残したことを後悔しながら死ぬのは嫌だ。これからは自分の夢に向かって生きていこうと決意し、親元から離れて上京することを決意した。その時、家族会議が行われ、母から、あんたの帰るところはここやで、ダメやと思ったら自分で引き際を決めて帰ってきなさいと言われ、上京。父親は最後まで首を縦に振らなかったとインタビューで答えている。が、上京の際、 父がトラックに荷物を積んで無言で東京まで運んでくれたという2013年9月特定秘密保護法案を危惧する発言をブログで言ったそれが縁で日本共産党の機関紙新聞赤肌にも寄稿しているラジオ DJ パーソナリティである玉川美里は同年齢で同じ関西人というつながりで信仰がある2006年10月13日には 当時、文化放送で放送されていた、玉川の番組、玉川三里学びにゲスト出演した。また、FM ナック5のザ・ナティーラジオ正気玉で玉川から電話で、今日来ると言われ、スタジオがある銀座へ行って、番組出演してしまったことがある。このエピソードは、番組の関連書籍、マルケツ本さんに記されている。入浴時、湯船にはたっぷり、日本酒を注ぐ。 シャンプーの前にはたっぷりの塩を頭からかぶる。彼女なりの健康法であるという。2015年12月6日、自身のブログに弟の誕生日を祝う記事が書かれている。弟は高難大学時代にアメリカンフットボール部に所属していた。週刊、文春の女が嫌いな女ランキングでは長年にわたって上位入りの常連である。また、 同志の嫌いな女優部門や嫌いな夫婦部門でも上位入りの常連である。1993年の映画ビッグタウン二人の朝でデビューした。1999年のテレビドラマナオミで初主演を務めた。女優業では演技力を疑問視する声がマスコミからは上がっており、批判的な記事が掲載されることも少なくない。また、ヒット作がないことから、 代表作はバスロマンやレオパレスの CM や披露宴と書かれたこともある。人志し美んは女優としての藤原をナイスバディナだけと評している。サッカーに関しては W 杯の日韓新全大使以外にも2002年10月から12月に横浜 FC のユニフォームスポンサーに就任したこともあった。現在もトレーニングウェアのスポンサーとなっている。 格闘技にも精通し、フジテレビで放送の K1 の中継の司会を務めていた。また、2003年から2007年まで、フジテレビが独占放映中の2年に一度の世界柔道選手権大会の司会も務めていた。格闘技情報番組 SRS の初代ビジュアルクイーンだったが、1999年に卒業。その際、藤原の卒業を祝って、 アンディフグ、桜バカズシ、フランシスコ・フィリなどの著名格闘家が一堂に会し、それぞれエキシビションマッチや演舞を披露した。その際、アンディフグに、あなたがこの番組を卒業しても、あなたは格闘技の歴史の一部です。いつまでも格闘技を愛し続けてください。という言葉を送られ、大変心を打たれたという。2004年、フジテレビのアテネオリンピックキャスターを務めた。 中央系馬所属のロイヤルキャンサーという馬の名付け親でもある。同馬の馬種は藤原を支援してくれている伊沢オフィス代表の伊沢県である。高校生時代、落語研究会に入り、新和帝、カツオノで落語をし、さらにデビュー後、ブレークする前に関西ローカルのクイズ。新助くんの初代アシスタントを務めたこともあり。 その際に司会の島田信介とトーク中心に絡んでいたことが彼女のお笑いに対する理解や女優としてコミカルな演技を求められた際の演技力向上に寄与しプライベートでも深く影響を受けたとされている状況を決意した時に信介から東京は戦う場所や決して甘く考えたらあかんと激励された2007年5月30日 ホテルオークラ神戸にて、結婚披露宴挙行。その模様は、日本テレビ系にて、特番、完全独占中継。おめでとう。藤原の理科、陣内智則の理愛と爆笑と涙の結婚披露宴、として放送。司会は、徳光和夫が務め、乾杯の温度に、うつい健、その後は、郷ひろみの歌のプレゼント、立ちひろしからの祝辞、田村賢治の乱入等で盛り上げた。 さらに、陣内が小袋の永遠に共にオピアノを弾きながら熱唱した。視聴率は関東地区では24.7%、二人の地元である関西地区では40.0%という高視聴率となった。2016年の9月再婚した片岡愛之助と挙式。同月、都内で一度目と同じく徳光の司会による披露宴が行われた。 報道時には非公開であった。この二度目の披露宴については、2020年11月13日放送の t b s 系、中井正宏の金スまで藤原がその経緯を語っている。藤原本人はしないと決めていたが、片岡が、それは違う。自身が選んだ人を歌舞伎界によろしくお願いしますという披露目なので、しなければいけないと藤原を悟したという。 ありがとうございます。